今回は、子供にニートワイと呼ばれてしまったニートのエッチの話を紹介するよ。ニートワイ32歳。散歩してたらニートワイと呼ばれた。なんか散歩してたら、急にキッズにニートワイって言われたんやが、こことか見てるキッズがいるんかな。マジで驚いた。どこで覚えたんや。有名人みたいだな。どこで覚えたのかわからんよな。ニートっぽい服装じゃないつもりだったからマジでビビった。なんか怖くて即家に帰ってきたわ。親に買い物を頼まれたのに手ぶらで帰ってきたから気まずい。それ、また出かけたら同じことを言われそうだよな。人気者でよかったやん、おめでとうやで。ニートって言われるならともかく、ニートワイってなんだよ。マジで最近のキッズ怖すぎる。子供の頃からニート知ってるってあまりプラスにならんと思うんやが。もしかして親が YouTube とか見てるのかもな。最近まとめみたいなの増えてるし。ニートワイはマジで草。おい、キッズ、見てる？誰かやると思った。キッズが見てるなら、もっとわかりやすく書き込まないとな。これからエッチが出かけるたびに、ニートワイって言われたら笑う。そんなことされたら引きこもるわ。今でもだいぶ引きこもってるのに、久しぶりに買い物に行ったらこれや。どうせ大した役にも立ってないんだし、引きこもりたかったら引きこもれよ。買い物同行より働けばニートワイって言われなくなるぞ。ニートワイの代わりに社畜だー、って言われたら草。え、俺のこと？社畜になったら負けだと思ってる。かといって生子も嫌なんや。そうなるとニート続けるしかないんだよな。ニートの悪いところは、自分の意思で続ける続けないを決められないこと。親がダメって言った瞬間アウトだし。確かにそれあるよな。家から買い物はどれくらいの場所？徒歩10分から15分くらいの場所や、散歩がてら、まっまの買い物に出かけて、歩いて8分くらいの地点でキッズにバカにされた。自分らだって、いつかニートかもしれんのに、納得いかない。子供時代はまだ夢に溢れてるからな。宿題がどうのとか忘れ物して怒られたとか、ちっぽけなことで思い悩んでた頃が懐かしいわ。ニートって子供時代を回想するやつ多いよな。その頃にしか良い思い出がないからやで。ワイはコミュ障だから小学生の時もあまり良い思い出なんてないな。小4くらいになると陽キャと陰キャで区別がつくようになるし。それはな。ワイ的には大学が一番楽しかったな。授業も自分の好きなように組めるし、バイトも適度にやって楽しかった。大学楽しめるのは陽キャ。ワイは大学は微妙やったな。正直学費の無駄で、親には申し訳なかった。ニートワイってやっぱり変だよな。最近のキッズは動画やスレを見るのか。生きにくい世の中になった。ニートに生きにくいもクソもないだろ。じゃあ生きていなくてもいいんだぞ。はい、ロープ。イッチって何が楽しくて生きてるの？特に楽しみはないんだよな。週に1回くらい食べれるまっまの作る好物と、たまに当たりアニメを見るときが楽しいくらいか。30超えてから何もかも諦めてる。じゃあ散歩も買い物も諦めればいいね顔。ワイのイメージだとその手のキッズって調子に乗ると何度も言ってくるイメージがある。子供って単純だからな。見下してるわけじゃなくて、ただ本物のニートワイを見て感動してるだけかもしれんぞ。サインすればよかったのに。サインってなんて書くんだよ。ニートワイか？くさ。ニートのサインとか誰もいらない。どうでもいいからさっさと働けていき。お前の頭の中の妄想じゃねえの。マジで言われた。最初は数秒固まった。被害妄想が過ぎるだろ。ただキッズがエッチの方をチラチラ見ながら通り過ぎたってだけな気がする。ニートってことを気にしてるのか。就職せずにずっとニートしてるし、今さらニートがどうとか気にしてない。ただ、何か言われるのは苦手なんや。それなら家を出なければいいだけなんだよな。明らかに挙動不審だったんだろうと思った。ワイも今度からニートっぽいのを見かけたら、ニートワイって言ってみるか。多分近所じゃないと思うけど本当にやめてほしい。かなりドキッとした。そんなコソコソとしなきゃいけない生活をしてるのが悪いんだぞ。別にニートが買い物くらいするやろ。堂々と買いに行けばよかった。逃げたら余計に怪しい生き物に思われるよな。キッズにからかわれててくさ。子供にちょっと言われるくらいで反応するな。32歳のワイがキッズにドッキリするとは思わんかったわ。しばらくは外に出れそうにない。それならもうずっと引きこもるしかないな。日の光を浴びないと鬱になるぞ。別に今でも鬱みたいなもんだろ。気にしてないと言いつつニートって言われるのを気にしてそう。よう、ニート。本当のことを言われたんだからしゃあない。残党。ニートワイは草。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方ついにネカフェ難民になってしまった。無職、所持金1万円。いついくつや。24歳やで。ほんまこれからどうしたらええんや。夜になったら寝ている人の財布からお金拝借して所持金増やせ。それはあかんのや。ネカフェは快適やしな。快適やけどこの先の不安で落ち着かない。どこなんや？京都。24ならどっか住み込みで探したらどうや。月末携帯代支払いあるから日払いじゃないと丸んじゃう。なんでそんなことになったんや。家賃滞納して出て行った。所持金1万はきついな。
1万もあるならなんとかなるやろ。それ使って実家戻れ。実家ない。ソフトクリーム食べ放題？うん、仕事ってどうやって探せばええんや。ネットで日雇いのバイト探さんの？寝カフェで寝れるやつって、ゴキブリ並みの神経しててすげえなって思うわ。あんなところで生活するとかストイカやろ。5泊くらいか。パチプロになるか日払い探すかやな。わいは1年寝カフェ難民しとるで。もう慣れたわ。寝カフェにいる間に生ポ申請も確かできるんだよな。先輩仕事は？今はスロットで食ってる。全部自分のせいやで知らんけど。せいやで、どうしたらええんやろう。もう消えたい。いいからバイトしろよ。タウンワークとかあるやろ。実家ないってどういうことだよ。親いない。ワイも寝カフェ暮らしやったが3ヶ月分だけ金借りてマンスリーマンション借りて、そこから就職して普通のアパート借りれるようになったで。カプセルや寝カフェ暮らしはやめとけ。保証人なしでも前払い一括で前払い借りれるとこあるから頑張れ。もうブラックやからどこも借りられん。シャワーあるけど湯船つかりたい。住み込みで携帯代前借りできるとこなら建設系にいくらでもあるんじゃね。寝カフェとか人の気配が絶えずするところで落ち着けるのがわからん。熟睡なんか絶対できん。最近だと結構個室型のとこあるけどなやつ。ブラックや賃貸のうて完全に自分が悪いし考えなしに行動しすぎやで。スープは飲み放題やからお腹空いてもそれしか食べてない。わかめスープ美味しい。実家ないってどういうこと？天涯孤独なの？耳栓すら余裕で寝れる。健康か？とりあえずハロワイ系。健康なら仕事いくらでもあるから。健康やで。病気もなし、顔も普通。どっちかというとイケメン言われるぞ。地名日雇いバイトでとりあえず検索やで。ありがとう。とりあえずそうする。ワイも難民やったからこういう薄れ見ると胸が痛む。どうにか頑張ってくれ。なんか本当うっぽくてかわいそうや。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方愛し、今週面接を3件バックれてしまった模様。そのうち1件は最終面接だった模様。ブラックリスト入ったな。悲しいな。アホ？アホやでほんまに。なんで行かないんや。雨やったから。え、就活？いや、ニートだけど働こうかと思ったけど、雨で嫌になって帰ってきた。ワイ4年無職一発で面接通って採用になった模様。黙る字か？わかるでその気持ち。いかんって決めたら急にテンション上がらへん。すげえわかる。正直そのうち一社は面接で家族構成聞いてきてムカついたから意図的にバックれたんやけど。どうせバイトやろ。ハロワで紹介された仕事や。バーカ。1ヶ月後ぐらいに公開してそう。この時期に何してんだよ。会社からメール来とるけど怖くて開けずにゴミ箱に入れちゃった。マジでどうしようもなくてくさ。どうせ働く気なんてなかったんだろ。親へのパフォーマンスオツ。本当に働く気はあったんか？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートが和風キノコスパゲッティ作ったから見て。どう？キーボードが古そう。ローマ字の隣なんだっけ？すごく汚い。写りは悪いけど美味しいやつや。クソほどけなそうかと思ったけどええやんけ。キーボード汚い。僕も。イッチの方がいいわ。ああよく見たら。いやよく見なくてもイッチよりその次の方がうまそうだったわ。キノコどこで拾ってきたの？水っぽくてまずかったわ。ふざけんなお前、赤っ端じゃねえか。明日も作るからまあ見てろや。ゴキブリ食ってんじゃねえよ。どうや。あんまり美味しそうじゃない。ニートって飯も下手なのか。時間あるんだし、もっとまともなの作れよな。まあ醤油さえかけりゃ俺の方がうまかったけどな。ニート同士の醜い争いで草。どれも美味しそうじゃないな。飯テロかと思ったけどまずそうだから平気平気。でも腹減ってきたな、なんか作るか。もう昼なのか。平日の昼間から何してんだよ。飯作ってる。あんまり美味しそうなのがなくて草。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方愛、一人で回転寿司に行くもテーブル席を案内される。周り家族連ればっかりやのに恥ずかしすぎる。カウンターで食わせてくれ。テーブルのレーンしか動いてないのか？カウンターも数人座っとるで。なんでなんや。草。テーブルが皿で埋め尽くすまで食べそうやったんやろな。確かにデブやけどさ。カウンターにデブが座ってると迷惑なんだよな。日曜に行く時点で家族連れしかいないだろうよ。発見機にちゃんと一人って入力したのになんでや。お連れ様がいると勘違いしたのかもな。広くてええやん。周りみんな子供とかおるぞ。めっちゃ恥ずかしいんやが。わい一回混んでる時に間違えてテーブル飲みをして気まずかったわ。どこ行ったの？くら寿司。友達待ちみたいな雰囲気出しとけ。わいを誘えよ。恥ずかしいから10皿食べたら出るわ。ニートなのにどこから金が出てくるんだろうか。ゆっくり食べなよ。10皿以上食べてもいいんだよ。ニートとはいえお金があるならお客さんなんだから。さすがに恥ずかしすぎる。丸みたいわ。でもこういう時に限ってトロサーモンがくっそうまいやんけ。ええな、トロサーモン。恥ずかしすぎて6分で7皿食ってもう店出たわ。子供ねえ、あのおじさん、テーブル席着いたのに5分で帰ったよ。
なんか自分のことのように恥ずかしい。ニートが外なんか行くから。これで引きこもり生活に戻るんやな。そこまで引きこもってない。でも今日はさすがに恥ずかしかった。テーブル席に案内されたらラッキーって思うけどな。狭くない方が楽だし。でも日曜だぞ。一気に支払い能力がないと思われて家族がいると思われたんだろ。すぐ逃げててくさ。逆に不審者。デブだからじゃね。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。平日の真っ昼間に5チャンネルやってる奴らってニート？不登校？それとも夜勤？まあニートか不登校だろうけど、ソースは俺。リモートなんですが。リモートとか NTT グループかよ。の下請け。有給休暇ってやつだが、地流にはわからないかな。有給、地流だからわからない。サボり中？俺もガチの社会人で来てた時はビッパーなんて見るのも嫌だった。剣網とか完全に余ったれた人たちじゃん。前向きで戦ってる時、こんな連中の言葉なんて見たくもないって気分になるんだよ。何言ってんの？個人の感想なの？なんつうかさ、社会の人たちの前で俺やお前らみたいなのが不平とか甘えとか言うじゃん。それ言った瞬間、ガチの虫とかされた経験ない？戦ってる人たちの中に俺らみたいなのがいると心底腹立つんだよね。何回読んでも理解できない。周りが気になるガチって随分余裕だね。最近は社員のフリが流行ってんのか。既婚者子供2人会社員だよ。会社の事務所にいるよ。俺は夜勤だけどこの時間帯はぬるいやつばかりでうんざりしてる。隠居したよ。ニート同士喧嘩すんなや。まあ俺もニートですけど。土日働いて社会回してるやつだっているんだぞ。遅刻がダメとか？スタートラインで転んでるやつが社会を語るなどアホ。師匠が健康なんだってさ。普通の人たちはとてつもない仕事量をこなしていてもうそれが普通になっている。それは己の人生を削っていて普通。俺たちみたいなぼんやりした健康なおじさん見ると辛くなるのよ。氷用って発想はなぜないの？忘れ物したからそのままサボった。くそ暇してる事務員もいるぞ。夜勤明け。ポジティブな気象だな。ろくな経験積んでないやつ見てもかわいそうだなとしか思わんよ。お前らの特徴としては簡単に言っちゃいけない言葉を使える。決まるとか。そんなのもう絶対に許されないとかすら知らない。顔真っ赤にしてどうした？腹でも減った？ぼかしてこれなのよ。今日はお昼休憩中。でも、休日勤務で平日休みもある仕事だから、休みの日もある。他にお前を的確に表す表現って何？まさかお前自身が文句しか言わないゴミだとは言わないよな。困るですか。簡単ですね。と発音を教えたら猿でも使えると思うよ。簡単な言葉で簡単な別称を使う人はもう頭の中身も簡単になってんよ。解決策もなしに否定だけしてやそりゃ嫌われるわな。人間性が見えてきたね。解決は仕事して多彩な経験を積んでサバイバルを繰り返して対応力を高めるしかないのよ。対応力を高めた結果、何を言っても無駄なものは無駄だと知ってるわけ。対応力が高いと思ってんの？あんたスクリプトに荒らされてて笑った。ニートだよ。こう見えて忙しいんだよ。講義が休みで羽を休める大学生。スクリプトにされてて笑った。スクリプトって何？嵐？暇つぶししてるニートが多いんだな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。大学中退ニートだけどトッポも大学中退して仲間増えたわ。しかもうつらしくてメンヘラじみてる。ただお互い暇やからよくドライブして遊んでるわ。お互いこのままでいいんかな。友達おるんやったら二人で進んでいけるやん。友達はゆっくり直せばええし。せやな、トッポはまだ立ち直れるかもしれん。ワイはただ大学が嫌で逃げたやつや。大学が嫌で逃げるようなやつは会社に就職して逃げるからニート一生やっとき。そうしたいんやけど、働け働けうるさいんや。二人で同じバイト受けたりしろよ。遊ぶにしても金ないとつまらないだろ。あいつ曰く今メンタルやられてるらしいからバイト休んでるらしい。ワイはこの間ファミレスバックれたからまたバイト始めんのめんどくて二中や。高卒な。ワイはもう減らってるからどうでもええで、働く気も全くないしな。あいつは女の子に相手されないってずっと悩んでニートしてるな。ニートがなんでワイ女の子に興味持ってもらえないんやろ。って悩んでる姿想像したらくさ。あいつかわいそうやわ。そういう時期あっても別にええんやで。中途半端に休むより本気で休むくらいの方がいろいろリセットできてええで。お互い復帰する気なんてないと思うで。あいつ俺いつでも暇やから誘ってって言うし、特撮見て暇つぶししてるって。ワイは書いたりメルカリ漁るくらいか。悪い方に共依存しとるやん。早めに延期ってバックレとかないと将来恨まれるで。ワイが女の子やったらよかったんやろか。そしたらあいつの悩みを解決できたんかもな。ニート同士で付き合うことになるだけ。休学でよくね。簡単にやめんなよ。大学も全うできないやつが社会出てやっていけんの？マジでこれ。とりあえず休学しといて現実知ってから選択すればいいのにな。ワイなんて1年のゴールデンウィーク明けたらもういかんくなったで。
あいつは1年の後期あたりで辞めたっぽい。社会生活はあいつはともかく Y は無理。無理ってやってもいないことだろ。協調性が全くないからね Y は。ニート無理ならフリーターなるしかないやん。で、フリーターで発給で働いてたら大学中退のことがずーっと頭から離れずに一生後悔するんやで。で、トッモはイッチを恨むかもしれん。なんであいつに恨まれるんや。別にあいつから遊びに誘う時もあるからお互い様やで。お前たちが悪い方に共依存しとるからや。社会復帰の機会を減らして今が楽しければ良いってだけで行動しとる。そもそもトッモが大学辞めたのはイッチは全く関係ないんか。ワイたちは大学別やで。もともと高校の同級生やったから、卒業してからいろいろ LINE で話してたんや。大学辞めたら楽になるとか言わなかったか。もしそれ言ってるなら今すぐ縁切れよ。相手の一生を棒に振ったんやから。突然俺女の子に相手されんし、勉強もついていかれへんって LINE が来てな。まあ Y はお前の好きにしたらええと思うで。ただ親とはちゃんと話せよなって真っ当なアドバイスしか言うとらん。まあそれならいいけど、よく考えて付き合いした方がええで。このままだとお互い悪い方に行くと思う。今時協調性なくても働けるところなんかいくらでもあるぞ。それ親にも言われたけど、たとえそうやとしても誰が Y を雇うねん。って毎回ブチ切れてるわ。働かないで遊べるのは学生時代だけやぞ。イッチはその機会を自分で潰したんや。まあ入った学科がダメやったね。すぐ興味なくしたし、どうせやっていけんとすぐ悟ったわ。刹那的に生きるのはええけど平均寿命見てみ。この先数十年あるんやぞ。無敵の人一歩手前や。あいつはおとなしいからもしかしたらジマルに走るかもしれん。体だけやなくて精神も老いるんや。未来の君は今の君を恨むってこともあり得る。世の中の全ての事柄に不変なものなんてない。移ろいゆくものなんやで。生まれた時点でもうダメ人間やからな Y は。ダメな奴は何歳になってもダメ。未来の Y が過去の Y を責めてもしゃあない。失敗するのはいいんだよ。簡単に諦めるのはやめろ。今後の人生で簡単に諦めるようになる。やっぱり知り合いもニートってなると自分もニートしていいって気になるよな。イッチの悪影響は計り知れない。もし Y がニートじゃなくてもあいつはニートしてたと思う。何でもかんでも責任責任って言われてもな。イッチの影響もありそうやけどな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。大卒でストレートでニートなるやつなんなん。 Y なんやけど。 Y もやが。うつ病じゃね。就活しないのが意味わからない。なんで大卒できる頭でニートなるん。事務でもしてたら。こういうやつって社会を無駄に怖がりすぎている気がする。就職活動が異常空間すぎて無理やったわ。わかる。みんなよう普通にやるわ。取り窓かバイト応募して就活する予定やが。確かに社会怖がってるわ。まあ面接で持病のこと話して嫌な顔されまくったからなんやが。世の中思ったよりいいやつ多いから飛び込んでみろ。嫌なやつも思ったよりおるけど。マジで持ってる常識が違うやつとかおるな。でも仕事は金もらえるからどうにか耐えられる。なんとしても働きたくないでござる中。はいつの時代でも一定数いるから。まあ利益優先だからってのはわかるけど、持病持ちに厳しすぎて泣いた。差し支えなければどんな持病なのか聞かせてくれ。精神系か。真面目な完璧主義者。就活とかいう見え張りイベントに参加できない。学校教育は考え直さんとな。自分で考えることなく言われたことをこなしていくいい子ちゃん作っても自分で判断する局面でくじける。自発的行動ないと社会でやっていけんもんな。中退ニートとか何者やねん。就活は急に大学入学まであったレールがなくなるからな。慣れきったやつが行動できずに沈んでいくんや。内臓系の難病や。病歴長くて落ち着いてたのに就活卒業の時期に若干悪化して終わったわ。きついな。業務に影響あるレベルなんか。小丸社手帳みたいなのは取れないレベル。落ち着いてる時はない。でもそんなん面接で信じてもらえるわけもないやろな。実際何社か受けて全部で嫌な顔されたし、手帳はもっと手遅れになるくらい悪化せんと無理やね。なんとかならんならもうそれはしゃあない。お前のいいところはないんか。資格とか経験とか。やりたい仕事の内定取れんかったら持病とかガン無視でワーホリ行ったろかと考えてる。いい大学に入るために頑張ってきたわけで、夢ややりたいことのために大学行ったわけやないからとかやろか。高卒ストレートニートの Y もおるで。ゼミで内定出たやつと出なかったやつでだんだんと分かれていってたな。 Y 中学で不登校になって、その後ニートから大学復活まで行ったけど、就活で積んでまたニートに逆戻りしそうで草。これもう生活保護にレベルアップするしかないじゃん。 Y は持病もないのに内定ゼロでニートなったで。それは Y やんけ。昔から大学行くやつは働きたくないやつが行く場所だったしな。偏差値トップレベルの大学以外は逃げ場所やろ。留年すらいやん。卒業後就職しないやからは自動的にボランティアか介護施設か自衛隊に行くシステムでいいよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。